すぐはカルオのお暇なら映画でも。ネタバレを話しますのでご注意くださいということで、今回はですね、皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです。今回はですね、バービーですね、日本ではもうどうしようもなく大爆死しているという大炎上大爆死のバービーなんですけれども、これについてもうちょっと喋ろうかなというふうに思って、っていうか、2回目見てきたんですね。それによって、いろいろとね、思うところもあって、1回目見た時は僕、動画でも言いましたけど、ただただ楽しんでみればいいんじゃないのというふうに言ったんですけれども、2回目見たんで、もうちょっとね、このフェミ的な部分を見て、そこについて喋ろうかなというふうに思って、今回の動画を作っているわけです。雑談みたいな感じに今回はなりますんで、気楽に聞いてもらえればなというふうに思います。よろしくお願いします。最初に言いましたけれども、全部ネタバレですのでよろしくお願いします。今回のね、このバービー、いろいろと炎上したりなんだりいろいろあってですね、成績が非常によろしくないと、日本の興行収入非常によろしくないということで、一応振り返りますと、まず一番最初に原爆ミーム問題、これが発生したわけですね。どういったものだったのかというと、おさらいしますと、このバービーとオッペンハイマーね、クリストファー・ノーランのオッペンハイマーがアメリカでは同日初日だったわけですね。で、1日でこの2本をはしごしようという、運動というか、チャレンジというか、そういったものが起きたわけです。で、このね、今年を代表する超大作2本を掛け合わせて、バーベンハイマーというふうにみんなが面白がって行ったりして、同日公開だしね、この2本立てで行こうみたいな、そんな感じがあったわけですね。で、これに有名人とかセレブも乗っかってですね、トム・クルーズとか、タランティーノとかね、いろいろと、首相とかイギリスの首相とかね、そういった人たちも絡んで、盛り上がったわけですね。非常に盛り上がった。当然映画関係者はそれに乗っかるわけですね。バーベンハイマーいいじゃないかと、どっちもウィンウィンですからね。バービーにしろオッペンハイマーにしろ、どっちもお客さんが入って嬉しい、盛り上がって嬉しいということもあったんで、これにいろんな人が乗っかったというところもあったわけですね。トム・クルーズなんかは、この2本立ては爆発的でピンクだねとか、言ったりもしていたわけですね。で、このバーベンハイマーというのが盛り上がっていく中で、このバービーとね、オッペンハイマーの2作品を、画像を、コラボして掛け合わせて一つのイラストにしようっていうファンアートができたわけですね。で、この中にその原爆と、バービーというものが、セットになっていたりとか、そういった画像があって、この画像に対してバービーの映画バービーの公式ツイッターがですね、公式 X ツイッターがですね、いいねをつけて、忘れられない夏になりそうだねとかコメントしたわけですね。これに対して日本が、というか日本人が不快感を表明して、で、公式も一応謝罪めいたことはしたんだけど、なんだか煮え切らない態度で、なんだかなということになったというのがあったわけですね。これは正直ですね、もう下手こいたっていう感じですよ。余計なことしちゃったなっていう感じですね。正直バービーとオッペンハイマー、ピンクと原爆っていうね、この全く真逆の2つじゃないですかね。子供たちの憧れのバービーピンクっていうのと、人をね、もう何十万人も殺した原爆っていうものを一緒にしてしまうっていうのは、すごく言ってみれば面白いことなわけですね。だからそれにファンたちが、というかアメリカ人たちが乗っかって楽しむっていうのは、あるだろうなとは思うわけです。で、公式はこれをですね、どうすればよかったかって言ったら、ニヤニヤとしながら、しめしめと思ってればよかったんですよ。盛り上がってるぞ、よしよしって、ただ思ってればよかったのに、余計なコメントしちゃったからこうなったわけですね。忘れられない夏になりそうとか、言わなきゃよかったのにってことですよ。それはね、これを見たら日本人は怒りますよ。世界で唯一原爆を落とされて、しかも落とした奴らがやってるわけですからね。落とした奴らが、日本に落とした奴らが原爆でなんか茶化して楽しんでるっていうのは、日本人からすりゃ、ちょいどうなってんですかっていうふうに思う気持ちもわかりますよね。だから余計なことしちゃったねっていう感じですよね。ただ僕的にはですね、僕結構そういうとこフラットに見るタイプの人間で、
まあ、そもそもアメリカ人がこの原爆とバービー問題ね、バーベンハイマー問題っていうのはアメリカ人がアメリカの国内の中でアメリカ語でアメリカ人同士だけが盛り上がっているものを、まあ、ツイッターなんてね世界中に発信されてるっていうところがあるわけですけれども、それをわざわざ日本人が見つけてアメリカ人がアメリカ語でアメリカ国内で身内の中でなんか俺たちのことをなんか言ってるぞって言って食いついていくってのは僕はちょっとどうかなというふうに思ったりはします。このバーベンハイマーブームが日本にもやってきていて、日本の公式とかね、日本のそのバービー、ワーナーですかとかそういったところが公式で、アメリカではこんなに流行ってますよとか、そういうことをやったんだとしたらまた別、また違うかなと思うんですけれども、よその国がよその国の中で楽しんでいることをわざわざね望遠鏡で覗いて見つけてちょいちょいちょいって言ってくるのは僕はちょっとね、そんなことしなくてよかったんじゃないのかなって思ったりはします。まあ、今回はね、今回の動画本当に雑談みたいな感じなんで、あんまりねこう横道にいっぱい逸れたりするかもしれませんけれども、僕ですね、西洋人の押し付けっていうのが嫌いなんですね。例えばアフリカとか、まあアラブとかでもいいんですけれども、イスラムとかね、そういったところでもいいんですけど、西洋人の考えこそが正しくて、西洋人的な考え方っていうものをそういう西洋的ではない文化のところにわざわざ押しかけて押し付けて、こっちに変えなさい、こういう文化こういう考えというのが正しいんだから君たちも私たちみたいな先進的な考え方に変えなさいって言ってくるのが嫌いなんですね。例えば日本は死刑制度があるわけじゃないですか。で、まあ、ヨーロッパは死刑制度がないわけですよね。それをヨーロッパの人たちが日本に対して、ヨーロッパには死刑がない、こっちは最先端の、法整備をしているんだから日本もいつまでも野蛮なことしていないで死刑を廃止しなさいって、まあ、言われても余計なお世話じゃと、こっちはこっちのやり方があるんでみたいなね、そういうふうに思ったりするわけですね。まあ死刑みたいなセンシティブな話じゃないにしても、いろんなことに対してね、人のところに入ってきてとやかく言わないでほしいなっていうふうに僕は思うタイプなんですよ。であるならばアメリカ人がアメリカ語でアメリカの国内で盛り上がってただけのバーベンハイマーに対してわざわざ乗り込んでってなんか言うってのはどうかなってのは、まあ僕は思うわけですね。まあ気持ちは分かりますけどね、どっちの気持ちも、アメリカ人がそれで盛り上がってって楽しんでるっていう気持ちも分かるし、この実際に原爆を落とされた日本人ですから僕もその何してくれてんだよっていうふうに思う気持ちもまあ分かるんですけれども、まあだから僕のこの何バーベンハイマー問題の感想としては下手こいたなという感じがあったということですね。まずこれによって非常によろしくないバービーはね、公開前からちょっと暗雲が立ち込めていたぞというところがありました。で次ですね、他にもまあもっといろいろいっぱいあるんですけれども、公開前からですね、どうやらこのバービーという映画は日本人が嫌いなフェミニスト映画なんじゃないかというふうに言われていたということですね。まあ日本ではねまだ公開していなくて、アメリカでは公開されていて日本ではまだ公開していないという時期にですね、バーベンハイマーの問題で、まあ、炎上し始めた頃ですね、まだバービーの内容っていうのはあまり日本には伝わってなかったわけですね。まあバービーっていう映画がもうすぐ公開されますよ、まああと1ヶ月後ぐらいに公開されますよっていう段階の時に、まあバーベンハイマー問題が出て炎上していて、でもまだバービーの内容はよく知らないという段階の時にですね、某映画評論家がそのバーベンハイマー問題を騒いでるやつらって本当はバービーのテーマである反家父長制が気に入らないだけなんじゃないのみたいなことをツイッターで言ったわけですね。なんかものすごいすっとんきょうなことを言い始めたんですけれども、あのですね、この時点でほとんどの日本人はバービーがどんな内容かを知らなかったわけですね。にもかかわらずこの人はですね、反家父長制の映画なんだよバービーはということを言ってしまったわけですね。まあ日本は基本的には保守的な国ですから、家父長制をまあどちらかというと良しとしている国なわけですね。
そこに来て、そのまずミーム問題で炎上しているところに、あ、この映画ってそういうめちゃくちゃめんどくさい日本人のほとんどの人が嫌いなフェミ映画なんだねってことが、まあ判明したわけですね。そうなったらもう、え、そういう映画なの、つまんなそうと思うわけですよ。まあ最初のね、原爆ミーム問題はバービーの映画とは全く無関係なんですけれども、ただ僕たちはバービーの内容を知らない段階でしたから、その何か政治的な匂いがするっていう雰囲気をバービーの中には感じていたわけですね。そこに持ってきて、この映画はフェミニスト映画だよと、反家父長制映画だよみたいなね、そんなことを言われたらですね、あ、この映画絶対つまんねえわって思った人多いと思うんですよ。そもそもフェミニスト問題、フェミニズム問題って日本にはほぼ存在していない問題なんですね。だからまあどっかの動画でも言ったかな、ね、日本はその男女平等の指数が非常に低いわけですけれども、それはフェミニスト運動っていうものがそもそも日本には、まあ、ほぼほぼ存在していないから、誰もそこ気にしてないから、そのジェンダー指数っていうのが低くても別に対して対策は取ってないっていうところがまああると思うんですけれども、ね、そのフェミニスト問題、フェミニズムというものにまず関心がほぼ日本はない、まあ、専業主婦になりたいっていう人が 50% 超える国ですからね、日本はね、そういったその男女平等同権、女性にも権利を権力をみたいなね、そういった国ではないというところで、こういったこの2つ、その原爆問題は流れ玉ではあるんですけれども、何か政治的な問題があって、さらにこの映画はフェミニスト映画なんだ、反家父長制映画っていう非常にめんどくさそうな、日本人が嫌いそうな映画なんだっていうことが判明しちゃったわけですね。これは非常に映画を宣伝するに至ってですね、公開前ですから非常にマイナスなポイントになっていったというところがあるんじゃないかなというふうに思います。そして次、アラブ諸国でこのバービーというのが上映中止が相次いだということですね。これもまあ日本とは関係ないけど炎上したっていうところで、またバービーなんかやってるよみたいになっちゃったわけですね。まあこれアラブ諸国で上映中止になっていった理由としてはですね、映画の中に成人向けの描写が多数含まれているというところと、同性愛を示唆する場面があるというところが、上映中止の理由らしいんですね。成人向けの描写っていうのは確かにあります。バービーはですね、ど下ネタが満載ですから、それもうんことかそういったタイプの下ネタじゃなくて、もう性的な下ネタですから、その辺で嫌悪感を抱かれるというところはまああると思います。で、同性愛を示唆する場面ってあったっけって僕は思うんですけど、僕実はですね、この動画をまだまとめる前ね、何喋ろうかなっていうふうに考えてる時に、あ、そういえばバービーって LGBT には全く配慮がなかったねっていうふうに思っていて、それを喋ろうと思ってたんですよ。この映画ね、 LGBTQ には全く配慮されてなくて、この映画の中で同性愛者とか、そういう何レズとかゲイとか、そういった人たちが一人も出てこないんですよね。この映画ってフェミの映画なわけですけれども、フェミニズムの問題を入れる代わりに LGBTQ 問題は排除している映画であって、そのことをしゃべろというふうに思っていたんですけど、ここでね、アラブ諸国の上映中止の理由として同性愛を示唆する場面があるっていうのが、これまとめている時に、あ、そうかと思って、どこだろうと思ったんですけど、おそらくこれは県がね、県に対して手こきしてやろうかっていうふうに、いうシーンがあるんですけれども、ここを指して言ってるのかなというふうに思いますね。だからここはまあジョークとして、県には正規がありませんから、できないわけですけれども、まあそこを取られて、まあ同性愛を示唆する場面というのに言われているのかななんて思いますけれども、まあとにかくですね、今言ったようにこのバービーという映画、 LGBTQ には全く配慮はされておりません。ここも結構驚きの展開というか、最近のね、ポリコレ映画と一線を画している部分っていうのがこのバービーという映画にはまああると思っているんですけれども、で今回はその話をするわけですけれども、 LGBTQ 問題をパスしたっていうのはですね、かなり思い切ったなというふうに思いますね。
だからおそらくバービーのお人形の中にレズビアンのバービーっていうのはおそらくいないんでしょうね。この映画の中にはね、いろんなバービーが出てくるわけですね。まあ、黒人のバービーもいるし、車椅子のバービーもいるし、太ったバービーもいるし、大統領のバービーもいるし、いろんなノーベル賞を取ったバービーもいるし、みたいなね、小説家のバービーもいるし、みたいな、いろんなバービーがいる中で、おそらくレズビアンのバービーっていうのはいないんでしょう、今のところ。だから、そっち系は、この映画では全く取り入れないということにしたんだろうなというふうに思って、そこも結構ね面白いなというふうに思ったところですね。まあ、まだまだいっぱいね、バービーの問題は続くわけですけれども、ベトナムで上映禁止になったというところがありましたね。でフィリピンでもまあいろいろ問題になっているということで、これは映画に登場する世界地図の中で中国が主張している九段線らしき線が世界地図に書かれているためということみたいですね。まあ、九段線っていうのはどうやらです。中国が勝手に主張しているベトナムとかフィリピン付近にある領海の線ですね。それをことを九段線といって、この線っぽいものが映画の中に描かれていて、これは中国に配慮してるんじゃないかみたいなね、そんな感じがあって、ベトナムではこの線がある限り、上映は中止するって言って、フィリピンでもここのシーンにはモザイクをぼかしを入れるべきだっていう風になっているとか、そんな話があるみたいですね。実際のところ地図を見た感じ、このねバービーの中に出てくる世界地図を見た感じですね、中国の九段線が描かれているとはちょっと僕には思えないんですけれども、ただまあ線は入ってるんですけどね、このパッパッパッパっていう線が書かれてはいるんですけれども、これが中国の主張している九段線を指しているかどうかっていうと何とも言えないところではあるなとは思いますけれども、ただまあおそらくベトナムは上映禁止にしたわけですけど、これは多分ですけど、この九段線を隠れ蓑にしてというか、そもそもバービーという映画に対してちょっと嫌悪感を抱いていた人たちが、ここにこれがあるぞって言って、じゃあもう上映中止だ、こんな見せない、ダメだダメだっていうふうにやってんじゃねえかなっていうふうに思ったりはするんですけれどもね。まあそんな問題もありましたね。これバービー側のコメントとしては、この世界地図は子供が適当になんかガーって書いたようなものなんで、そんな別に政治的意図はまるでありませんよというふうにまあ言ってはいますね。まあ僕もそうじゃないかなというふうに思いますけれども。あの地図、日本列島もないしね。でもそんなもんですよ。アメリカ人からすれば。アメリカ人に世界地図書いて日本を書いてくださいって言ったって書ける人ほぼいないでしょうし、逆に日本人だって正確なね、アメリカ大陸の地図書いてって言って書ける人はまずいないし、そもそもニューヨークがどこにあるかすら知らない人たちが多いと思うんで、ニューヨーク、ワシントン DC とかね、その都市がどこにあるのか、この例えばアメリカの白地図を用意して渋谷を歩いている若者たちにですね、ニューヨークはどこでしょうとか、ロサンゼルスはどこでしょうって言ったって多分ほとんど誰も書けないわけですよ。ヨーロッパのなんかね、ユーラシア大陸とかあの辺を書いてくださいって言ったって正確に書ける人なんか誰もいないわけですよ。イギリスってどこにあるんだっけみたいなね、絶対そうなるわけですね。国会って何みたいなね絶対そうなるわけで、そこそんなに目くじら立てなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりはまあしました。で、あとまあこれもよく言われていますけれども、そもそも日本はバービーよりもリカちゃん派なんでしょっていうところですね。まあ僕は男の子なんで、バービーもリカちゃんも持っていなくて、ちょっと人に聞いたらですね、私はバービーでもリカちゃんでもなく、なんて言ったっけ、ジェニファーっていう人形を持ってたっていう子もいましたけれども、まあバービーっていうのはそもそも日本では全く売れてない人形らしいんですね。リカちゃんの方が売れてると。リカちゃんとかシルバニアファミリーなわけです、日本っていうのは。だからそこでバービーというものに対してあまり親しみがないというところがまああるのかもしれないというところもあると思いますね。ということで公開になりました。日本はですね、正直言ってですね、映画のチケット代が高いんで、1週目というのはほぼほぼ全員様子見なんですよ。1週目というか初日ね、初日っていうのは様子見です。どんな映画なんだろうなと、分かんないなと。映画代、チケット代高いし、まずは口コミ、見た人の感想を見てから、判断しようということになるわけですね。でも今回
まず映画公開前にもいろんな騒動があってですね、どうしようもなくなっていたわけですね。プロモーションはほぼできないという状況になってしまいました。もうマイナスプロモーションばっかりが行われていたというかね、そんな感じになっていたわけですね。で、いざ蓋を開けて初日を迎えていろんな口コミね、映画のレビューサイトとかいろんなものを見たとしてもですね、評価は低いわけです。実際に映画を本当に見に行った人が書いたものなのか、それとも見ないで低評価だけを押している人なのか、まあわからないですけれども、まあ評価は低かったわけですね。別に僕全部の評価レビューを見ているわけじゃないですけど、パッと目についた、当日のヤフー映画のレビューの点数は確か 1.9 とかでしたよ。1.9 ってもうダサ作中のダサ作につく点数ですからね。普通はそんな点数、この映画バービーっていう映画でつくはずのない点数、低評価がついていたんで、もうこれは口コミで広がるということも不可能になっていたわけですね。で、実際に映画の中身はどんな感じだったかっていうと、完全なコメディーなわけですね。で、しかもそのコメディーといっても本当にスタンドアップコメディーみたいな感じの、いじりまくる、いろんなものをいじるタイプのコメディーだったわけです。あまり日本では馴染みのないタイプのコメディーだったわけですね。だからこういうのに、まあ、慣れてないっていうか、こういうのをあまり好まない人たちって、まあ、日本人にはたくさんいるわけですね。だから、まあ、例えばそのコメディーとかそのオマージュとかそういったものをネタとして見れない人ってのは、まあいるわけじゃないですか。別にそれがいいとか悪いとか言ってるわけじゃないですよ。ただそういうふうに見れない人ってのはたくさんいて、例えばこの映画冒頭、2001年宇宙の旅のオマージュから始まるわけですね。パロディーから始まるわけです。2001年宇宙の旅が大好きな人の中で、こういった2001年あの大名作、映画史に残る2001年宇宙の旅をこんなくだらない映画でパロディーされてバカにされているのはけしからんって思う人もまあたくさんいるわけですね。で、そういう人はそういうところでコメント書いたりとかもして低評価になったりするわけですよ。で、その冒頭のシーンで、あのお人形をね、赤ちゃんのお人形を地面に叩き潰して壊す、子供たちがね、女の子たちが今まで持っていたバービー人形ってものが出てきた瞬間ですね、今まで遊んでいた赤ちゃんの人形、こんなのもういらない、もう古い、これからはバービー人形だわって言って、赤ちゃんの人形を地面に叩きつけてぶっ壊していくっていうシーンが出てくるわけですね。これもコメディ要素、笑いどころではあるんですけれども、ここを笑えない人もまあ世の中にはいるわけですね。私は赤ちゃんのお人形が大好きで、子供の頃はずっと赤ちゃん人形を抱いて一緒に寝て一緒に生活をして、もう自分の分身のように赤ちゃんの人形と一緒に暮らしていた。その人形を叩き壊されるなんて見ていられなかったっていう人がいたら、もうそれはダメなわけじゃないですか。それとか、まあ映画の中にですね、ゴッドファーザーが出てきて、ゴッドファーザーを多少バカにするというか揶揄するというか、そういったシーンも出てくるわけですね。そうすると大名作ゴッドファーザーのことをあんなバカにするなんてけしからんとか、シルベスタ・スタローンをバカにするなとか、ジャスティス・リーグをバカにするなとか、そのなんていうかな、アメリカ人の感覚とは違う笑いどころを持っている日本からすると、そういったところが笑えなくて、どっちかっつうと怒りになっていってしまうっていうところがまああるわけですね。向こうってアメリカのスタンドアップコメディってやっぱり人種とか社会とか政治とかそういったものをいじって笑うっていうのが、向こうの笑いであるわけじゃないですか。でも日本の笑いってそういった結構人が大事にしているものをいじってバカにして笑うっていうことをあまりしないんですね。向こうはそれが面白いっていうふうになるわけですけれども、日本はあまりそれが面白いとは思わないわけです。笑いの文化がまあ違うわけですね。例えばディズニーの面白キャラっていうのはどういったキャラだったかって想像してみたらわかると思うんですけれども、ディズニーの映画に出てくる面白キャラって知的障害者じゃないですか。ライオンキングのバンザイとか、七人の小人のおとぼけとか、まあ、いろんなのがいると思うんですけれども、アラジンの王様とかもそうだし、正直ちょっと知的障害者というか知恵遅れというか、そういった人たちを笑うというのがアメリカの文化なんですね。でも日本はそれはしないわけですね。そういうこのなんていうの、笑いに対する
地域格差みたいなそういったものがあって、そのそういう笑いに慣れてないというか、そういう笑いを面白いと思わない人からするとですね、今回のバービーっていう映画のコメディの部分っていうのは全部が面白くないわけですよ。バービーっていう映画の中に出てくるコメディ要素って全部何かをバカにすることだから、男をバカにするとかね、ケンのことをバカにするとか、アランのことをバカにするとか、マテル社のことをバカにするとかね、そういった笑いなんで、そこがその笑いの感覚が全くこの違うと、映画全編全部が面白くないというふうに感じてしまうというところがまああるわけですね。ということで、とうとう日本でバービーが公開されました。ライバルがたくさんいたわけですね、ここのところ、話題作が非常にいっぱい公開されていて、まあ今回のねバービーのライバルになりそうな映画タイトルは何かというと、7月14日に君たちはどう生きるかが公開になって、7月の21日にミッションインポッシブルで、28日にキングダムですね、で8月4日にトランスフォーマー、マイエレメント、クレヨンしんちゃんが公開になって、で満を持して8月11日にバービー、そしてみんなの歌、リボルバーリリー、これらが公開になりました。まあ、はっきり言って強いです、どれもこれも。特にやっぱどうなるか予測がつかなかった君たちはどう生きるかと、ミッションインポッシブル、それなんといってもキングダムですね。キングダムはめちゃくちゃ日本で強いんで、この辺がどうなるのかなというふうに思っていたところ、蓋を開けるとですね、初日バービーの初週ランキング結果、1位はキングダムでした。2週目のキングダム、3週目のキングダムですね、2週目のキングダムか、1位キングダム、2位ミッションインポッシブル、3位君たちはどう生きるか、4位クレヨンしんちゃん、5位マイエレメント、6位トランスフォーマー、7位リボルバーリリーで、8位がバービーですよ。9位がみんなの歌、10位はまだ検討している、まだトップ10にいるでおなじみマリオだったわけですね。まあ、日本はですね、さっきも言いましたけど、事前の口コミ、話題作だからとりあえず見に行こうということはまずしないわけです。チケット代が高いんで、口コミが日本ではとにかく大事なわけですね。だからどっちかっていうと、全米公開とか世界公開よりもちょっとずらして、全米ナンバーワンとか世界興行収入どのぐらいとか、そういった宣伝文句が欲しいわけですよ、日本で公開する前に。そうしないと誰も見に来てくんないから。だったんですけど、もうどうしようもない、もうごたごたでね、もう公開前のごたごたで、バービーは全く入りませんでした。8位ですね、初週バービー8位ですよ。世界ではね、今年の1位であるマリオとどこまで競るか、マリオを抜くのかどうかっていうふうに言われているぐらい世界では大人気なんですけど、日本ではもう全然ダメになってしまいました。まあ、とにかくですね、公開前のゴタゴタっていうのはもう命取りなわけですねこれはもうやっちまったなというところですよ。残念でしたねという感じです。しかも今回のバービーですね、初週初登場8位だったんですけれども、週末3日間の興行収入がいくらだったのかというと、日本のね、日本の興行収入がいくらだったのかというと 1.9 億円ということでした。まあ、はっきり言ってですね、8位、興行収入ランキング8位の映画っていうのは誰も見てないと同じというふうに言えるぐらいの観客動員なんですけれども、週末の3日間の興行収入は 1.9 億円でした。今世界中ではですね、これがライバルになってるわけですけど、マリオの映画、スーパーマリオブラザーズザムービーですね、マリオの映画は日本初週3日間興行収入どのぐらいだったかというと19億5000万円でした。バービーは 1.9 億、マリオは 19.5 億、10倍ですよ。マリオの10分の1でした。いやー、これはですね、本当に余計なことをしてくれたなという感じが、おそらく、まあ自分とこでやって、自分とこでミスってるわけだから、まあね、まあしょうがねえっていうところもあるし、これらの問題が、バーベンハイマーとか、ああいう問題がなかった、だとしてもバービーという映画の認知度的に日本でどこまで行ったのかっつうと、まあ難しいとこかなとは思いますけどね。多分初登場1位は取れなかったというふうに思いますね。ただクレヨンしんちゃん、マイエレメン
とよりは上に行けたんじゃないかなというふうに、君たちはどう生きるかあたりとどのぐらいせるかみたいな、そのぐらいにはいけたんじゃないかなっていうふうに、まあ思ったりはするんですけど、そのね、公開前のプロモーションの出来によってはね、話題性は抜群でしたからね、世界中でもう大人気、マリオを抜くかどうかっていうふうに言われているっていう話題性はあったんでね、うん、まあ残念だったねというところですね。ただ今回の動画ではですね、まあバービーはフェミ映画だったとか、反家父長制映画だったということを言うわけではないですね。というか、むしろそういう映画ではないんだよということを、まあ僕はこの動画では言いたいわけです。もういい加減アメリカでもですね、フェミニスト大国アメリカでもですね、奴らは金を落とさないんだということが、もう完全に理解したわけですね。金を落とさない奴らに向けて作っても、困るだけだと、自分たちの首絞めるだけだということが、おそらくアメリカというかバービーという映画は分かったわけですね。で、それをしっかりと理解して作られたフェミ映画というのが今回の映画だったんじゃないかなというふうに思うわけですね。少し前にディズニーの副社長兼ダイバーシティ部門トップの、ラトンドラ・ニュートンさんが解雇になったと、ニュースがあったわけですね。まあ表向きは退社ということになっていたわけですけれども、実際には実写版リトルマーメイドの責任を負ってということらしいと、いうことで、まあこのラトンドラ・ニュートンさんの功績はですね、ショート動画で一回喋ってますんで、そちらをご覧ください。質問来てた。映画の映像表現の規制が強まっています。この先やっぱり昔の考え方がいいよねというルネッサンスが映画業界にも起こると思いますか？十分にあり得ます。というかすでにその兆候はもう現れています。先日ディズニーの上級副社長兼ダイバーシティ部門トップのニュートン氏が退社するというニュースがありました。彼女の功績の一例を挙げると、ランドでレディース・エンジェントルマンという呼びかけを廃止、お姫様や王子様に変身できるお店を廃止、ミニーちゃんから赤白の水玉模様のドレスを脱がして7人の小人を廃止、バズ・ライトイヤーに芸要素を取り入れてリトルマーメイドの失敗、マイエレメントも失敗の可能性が高いということで、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、まあ、しっちゃかめっちゃかにしている人なんですね彼女は。ちなみに彼女は黒人の女性です。そのニュートン氏が退社となりました。実際はクビと言われています。理由は様々な失敗の責任を負ってということです。ルネッサンスが起こった理由はお金です。メディチ家などの大金持ちが現れたおかげで芸術家たちが教会の支配から脱却できたからです。現代のメディチ家は民衆です。どっちを向けば得かちょっと考えればわかりますよね。で、その後ですね、このディズニーの副社長兼ダイバーシティ部門、ダイバーシティっていうのは多様性部門とこですけれども、のトップであったニュートンさんが辞めてからすぐにですね、立て続けに、ワーナーブラザーズ、そしてネットフリックス、そして映画芸術科学アカデミー、これはアカデミー賞を主催しているところですけれども、これらの会社でもですね、まあ、いわゆる多様性とかポリコレというものを扱う部門のトップが、どんどんクビになっていったということが起きたわけですね。で、これはどうなのかわからないですけど、噂によると、この、いわゆる DEI ですね。ダイバーシティ多様性、エクイティ公平性、インクルージョン包括性の頭文字を取って DEI の部門ですね。こういった部門を今後は縮小していくというか、ビジネス上の必須事項にしない可能性が出てくるというふうに示唆されてもいるわけですね。なぜこういったフェミとかポリコレ、多様性、こういったものをないがしろにしていく方向性になっていくと見られているのかというと、それはですね、売れないからなんですね。これらを前面に押し出してですね、こういったものを重要視した作品を作っても売れないんですよ。フェミ映画とかポリコレ映画っていうのは、もうとにかく客が入らないわけですね。まあ、今現在のポリコレ運動の発端となった、ハーベイ・ワインスタイン事件というのがあったわけですね。まあ、アメリカの映画会社のミラマックスの創業者で、今ですね、タランティーノのドキュメンタリーが公開になっているんですけれども、その中でもちょろっと触れているんですけれども、まあ、タランティーノを世に出した男がワインスタインであって、でこの性暴力事件ですね、まあ、いわゆるレイプ事件というか、女優たちを食い物にしていたという事件があって、これが明るみになったことによってミートゥー運動というものが、まあ、一気に火がついたというか、そういったところがあったわけですね。で、
まあ残念なことにタランティーノはこのワインスタインと交友があったわけですけれども、見て見ぬふりをしていたんじゃないかというふうにまあ言われているわけですね。そのドキュメンタリーではそのことも触れられているわけですけれども、この世界中を震撼させた、ハーベイ・ワインスタイン事件を映画化したシー・セットその名を暴けという映画、この映画誰も見なかったんですねいろんなところにノミネートはされましたよ。こんな素晴らしい、社会的に素晴らしい映画を作ったと、社会的にねこの意義のある素晴らしい映画を作ったということで話題にはなったんですけど、全く誰も見てくれないわけですね。赤字で終わりました。その後フォックスね、フォックスの元 CEO の、ロジャー・エイルズのセクハラ事件を映画化したこともありましたね。シャーリーズ、これはもうシャーリーズ・セロン、ニコール・キットマン、今回のバービーにも出ているマーゴット・ロビーっていうこの超豪華キャストでこれを映画化したわけですね。スキャンダルという映画でした。フォックスの元 CEO のセクハラ事件をテーマに描いたこのスキャンダルという映画、全く誰も見ていません、赤字で終わりました。まあアリエルをね、黒人歌手で起用して話題になった実写版リトルマーメイドもですね、どうやら赤字で終わったっぽいということで、フェミニスト映画ってのはですね、誰も見てくれないわけですね。フェミニストすら見に行ってくれないわけです困ったもんだということですね。社会的にこれは意義のあるものだというふうに思われているし、これが世間で望まれているものなんだというふうに思われているわけですね。声もたくさんあるし、こういう映画が素晴らしい、こういったことが素晴らしい、社会的に意義のあるものだというふうに声も大きく出ているし、作る価値がある、作ればもう話題にはなるわけです。いろんなね、テレビニュースで取り上げられるし、雑誌でもよくぞこんな映画を作ったと、素晴らしいと、これで事件は明るみになって、改革が起こるぞとか、言われてすごく話題になるのに誰も見に行かないわけですね。それがフェミ映画、ポリコレ映画というところがあるわけです。ちょっと前にどっかなんかの SNS で見たんですけれども、移民をもっと受け入れようっていうデモがあったんです。日本じゃないですよ、どっかの外国です。どこだかは知らないですけど、外国でですね、移民をもっと受け入れた方がいいだろうと、政府はもっと移民の受け入れに柔軟に対応しなさいっていうデモを行っているというのがあったんですね。移民をもっと受け入れろデモをやっていたところにですね、ある人が突撃していって、まあ多分動画のネタ、 YouTube とかなんとかそういう動画のネタとしてやったんだと思うんですけれども、ある人がこう書類を持ちながらそのデモに参加しているところの人たちのところに入っていってですね、今回ありがとうございますと、皆さんのおかげで移民がもっと受け入れてもらえるかもしれない、本当にありがとうございますと、つきましてはもし移民がこの町にやってくることができた場合、あなたの家をやってきた移民の受け入れ先として提供しますという書類にサインしてくれませんかって、いうふうに聞いて回ったんですね。移民を受け入れろってデモしている人たちにそう言って回ったわけです。あなたの家に移民を住まわせてあげてくださいと、この書類にサインしてくださいって、そうすれば登録しておきますからっていうふうに言ったら、ほとんどの人はその書類にサインをしなかったというのがあったらしいんですね。そんなもんです。移民を受け入れろ、でもうちはダメよ、騒ぐ人ってのは大体そういう人たちなんですよ。だからフェミニスト映画、ポリコレ映画を作ってもですね、作ったからといってその人たちがみんな見に来るわけではないわけですね。大規模予算をかけて超豪華なフェミ映画、ポリコレ映画を作っても赤字だったら、小規模で、なるべくお金をかけずにフェミ映画、ポリコレ映画を作ろうとしてもそれでも赤字になるんです。どっちにしろ赤字になるんですね。どっちにしろこの手の映画には客が入らないわけです。まあ、もちろん入る映画もありますよ。入る映画もあるけど入らない映画がたくさんあるわけですね。だから、まあ、ディズニーとかワーナーとかネットフリックス、あとアカデミー賞ですね、これらのいわゆる DEI 部門の人たちがどん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 解雇されていったというところがあるわけです。あんたたちの言われた通りにフェミニー、多様性に配慮して映画を作っても赤字になるばっかりじゃねえかということですよ。
あのちょっと話題になりましたよね。アメコミの作、結構有名なアメコミの作家が、俺たちは多様性を重視して漫画を描いているのに、日本の漫画はそういったものを完全に無視していると。多様性に配慮しないからあいつらの漫画は売れててずるいみたいなことを言ったみたいなねなんかそんなことありましたよね。売れないんですよ。売れなきゃどうしようもないわけです。どんなに正しいことを言っていても、まあ正しいかどうか分かりませんけれども、そういうことをやっていてもですね、売れなきゃどうしようもないわけですね。ということでやってきたのがバービーなんです。今回のバービーっていう映画はですね、これらをクリアしたんです。売れない売れないと言われているフェミポリコレ映画にもかかわらず、今年今のところ2番、もしかしたらマリオを抜いて今年1番になるかもしれないと言われているぐらい売れているんです。なぜ売れない映画のジャンルなのに売れたのかということですね、ここが非常に、まあ、今回僕いろいろ分析してみてですね、あ、こういうことなんじゃないかな、面白いなというふうにまあ思ったわけですね。まあ、バービーといえばですね、現在のポリコレの先駆けというか、バービーが全ての元凶というかそういったところがまああるわけですね。今回僕も調べたんですけれども、発表いたします。バービー人形っていうのは1959年3月9日に発売されました。で、1968年にですね、バービーのお友達として黒人女性のクリスティというものが発売されたんですけれども、このクリスティがいるんですけれども、1980年、肌を黒くしたブラックバービー、そして肌を浅黒くしたヒスパニックバービーというものが発売されたわけですね。ここからバービーがちょっとおかしくなってくるわけです。バービーのお友達として黒人のクリスティがいるはわかるんですけれども、バービーの黒人バージョン、バービーのヒスパニックバージョンが作られたわけですね。つまりこれ1980年の話ですけど、バービーって何ってなってくるわけですよ。あの金髪白人スタイル抜群のあのバービーとは別のバービーが存在するわけですね。で、2016年になると7つの肌の色、22の瞳の色、24のヘアスタイルのバービーが発売されました。これは現在はですね、さらにバージョンが増えて、22以上の肌の色、94のヘアスタイル、13の瞳の色、5つの体型のバービーになっているわけですけれども、こういったものが発売されました。これ全部バービーなわけですね。で、2019年に車椅子のバービー、義足のバービーが発売されました。そして今年ダウン症のバービーが発売になりましたということで、まあこれ映画内でもネタになっているわけですけれども、これ全部バービーなわけですね。全員バービーなわけですよ映画でもそうでしたよね。はいバービー、はいバービーってみんなにバービーって言ってるっていうね、ネタになっていたわけですけれども、これはもうバービーという名前の別人でしかないわけですね。でもこれが全部バービーなわけです、これが諸悪の根源じゃないかなというふうにまあ思うわけですね。よくね、ネット上で話題になるアメリカと日本のポリコレに対する考え方の比較の画像ありますよね。日本ではいろんな作品があると、男らしさを前面に押し出した作品もあれば、女らしさを前面に押し出した作品もあるし、レズもあるし、ゲイもあるし、もういろんなジャンルの漫画があって、日本の漫画の中でないジャンルはないというふうに言われるぐらい、もういろんなジャンルが日本の漫画にはあるわけですね。に比べてアメリカっていうのは、一つの漫画の中、一つの作品の中に全ての要素を入れ込まなきゃいけないというふうになっているわけですけど、それって多分バービーが一役買ってんじゃないかなと。バービーのお友達の黒人じゃなくて、黒人のバービー、ヒスパニックのバービーっていうのを出したことによって、ちょっともう意味が分かんなくなっちゃったんじゃないかなというふうにまあ思うわけですけれども、まあこういうのを見てですね、僕たち日本人はこの日本式の方が健全だと思いますよね。例えばドラえもんの作品があって、ドラえもんはドラえもん、のび太、しずかちゃん、ジャイアン、スネ夫がいるわけで、これがドラえもんであって、のび太はしずかちゃんのことが好きとか、まああるわけじゃないですか。ね、これをドラえもんっていう同じお話の中で、のび太とスネ夫がカップルになるとか、ドラえもんがゲイ要素があるとか、しずかちゃんがレズとか、ジャイアンがなんか女装癖があるとか、そうなってくると
意味がわからないわけですね。そういう漫画そういう漫画で別にあるからそれがいいじゃんっていうふうに僕たちは思うわけですけど、アメリカの場合はドラえもんの中で全部完結させろっていうふうにまあなってくるわけですね。これがアメリカのスタンダードだったわけですね。ポリコレのスタンダード、アメリカっていうのは一つの作品の中で全部を完結させなきゃいけない、これがアメリカのやり方なんだというふうになっていて、これが正しいんだというふうに思っていたけど、こんなの無意味だからやめませんかというふうにやったのが今回の実写版バービーなわけですね。今回のこの実写版バービーって、まあフェミニスト映画ではあるんですけれども、この映画の一番の敵、この映画の中における一番の敵って誰なのかというとですね、フェミニストたちなんですね。この映画はフェミニストに対抗するためのフェミニスト映画なわけです。ちょうどわかりやすい例をですね、コメントしてくれた人がいたんでご紹介しますとですね、ディズニーのね実写版白雪姫が今度できるわけですね。ヒスパニック系の人が白雪姫をやるということで、結構話題になっているわけですけれども、この白雪姫を演じるレイチェル・ゼグラーさんという人の発言がですね、今注目を浴びているわけですね。どういったことを言ったのかというと、私はオリジナルアニメの白雪姫が嫌いだというふうに言ったんですね。オリジナルの白雪姫は姫のことをストーキングする男とのラブストーリーであって、ものすごく変でしょと。あの映画に出てくる白雪姫っていうのはストーカー男にただただ何の自主性もなく、ただただ惹かれてって結婚していくだけで、すごく気持ち悪い映画であるというふうに言ってるわけですね。で、私が今度やった実写版白雪姫はあんな気持ち悪いオリジナルアニメの白雪姫とは違うのよと。私が演じた白雪姫は王子様に救ってもらうプリンセスではないのよと。真実の愛があると夢なんか見ていないのよと。彼女の夢は、私が演じた白雪姫の夢はリーダーになることなんだと。リーダーになるために生きている白雪姫、それを今回の実写版ではやったのよというふうに、言って、これが大顰蹙を買っているわけですね。で、このね、実写版白雪姫の発言に対してですね、ある TikToker さんがですね、こういって反論したわけですね。彼女は偽フェミニストだというふうに言ったわけです。自分の価値観と違うからといってその女性の価値が下がることはないんじゃないかというふうに言ってるわけですね。結婚したいと考える女性もいれば、結婚をせずにキャリアを積みたいというふうに考える女性もいるでしょうと。いろんな人がいるのが普通じゃないのというふうに言ってるわけですね。ディズニープリンセスを批判するのはフェミニストではありませんと。ディズニープリンセスを批判するような女はフェミニストではない。彼女は偽フェミニストだというふうに言ってるわけです。すべての女性がリーダーになりたいと思っているわけではないし、すべての女性が権力を持ちたいと思っているわけではない。専業主婦になりたいと思っている女性もいるし、それを夢見ている女性、専業主婦になりたいと夢見ている女性が反フェミニストだということでもない。フェミニストは権力を持ちたいと思う人だけではない。つまり本当のフェミニストが望んでいるのは男女平等なんであって、つまりこの生命、自由、幸福の追求の権利、これを欲しいと、手に入れたいというふうに追求するのがフェミニストであって、女性を男よりも優位な立場にしようとか、女性とはこうあるべきだ、男を蹴落としてリーダーにならなきゃいけないというふうに考えるのがフェミニストではないんだというふうに言っているわけですね。ディズニープリンセスを批判するフェミニストというのは世の中にいっぱいいるんだけど、彼女たちはフェミニストではなく偽フェミニストだというふうに糾弾しているわけですね。僕はこれ正しいと思うというか、非常に日本人的な考え方というか、日本人ってそうだと思ってると思うんですよ。まあ最初にも言いましたけど、日本人はね、専業主婦になりたいという人が 50% 超えると、女性の中でね、いうようなことがあるわけですけれども、それでもいいじゃんと。働きたい人は働いていいし、子育てしたい人は子育てすればいいし、ベビーシッターを雇いたい人はベビーシッターを雇えばいいし、自分でベビーシッターを雇うんじゃなくて自分で子供をちゃんとというか、自分の手で育てたいというんであればそうすればいいし、その人のやりたいようにやるのがいいんじゃないのっていうふうに日本人は思うわけですね。だからそのジェンダーレス指数っていうのがあって、そこには会社役員とか国会議員とかそういったものの
男女比数によって、男女の比率が同じじゃないから日本はジェンダーレス指数がすごく低いというふうに、まあ、なっているわけですけれども、国会議員になりたい女性が国会議員になればいいし、会社役員になりたい人は会社役員になればいいし、会社役員になりたくない人は別にならなくたっていいし、だから絶対数が女性の方が少ないんだから、それは数を合わせることもないし、能力のある人がそういう能力の使える立場になればいいじゃんっていうふうに思うのが多分日本だと思うんですよね。で、この TikToker さんがね、アンジーという方なんですけれども、この TikToker の方がこの実写版白雪姫役をやる人は偽フェミニストだというふうに言ってるのは、そういうことなんじゃないかなというふうにまあ思うわけです。あのキング牧師いたでしょ、黒人の解放でおなじみのキング牧師、私には夢がある I have a dream というね、有名なスピーチがあったキング牧師ありましたね。あの有名な演説の中にこんな一節があるわけですね。私には夢がある、いつの日か私の4人の幼い子供たちが肌の色ではなく人格の中身によって評価される国で暮らすという夢が、というふうにキング牧師は有名なスピーチの中で言っているわけですけれども、これなわけですね。黒人の権利を主張するのはもう当たり前だし、黒人が白人とこの国で平等に権利を有することになるということが当たり前の世の中になってほしいし、それがもしね、この運動が行き過ぎた結果、白人が遠慮して黒人の方が立場が上になるということもあってはいけないというふうにキング牧師は言っているんだと思うんですよ。肌の色は関係なく人格の中身によって評価されるのが私の夢だというふうに言ってるわけですね。だから当然このジェンダーレス指数みたいな感じでですね、国会議員の中で何割を黒人にしなきゃいけないとか、そういったことを望んでいるわけではないんだ我々黒人は、ということをキング牧師は言っていたわけです。だからこの偽フェミニスト発言もそうだし、このキング牧師の発言もそうなんですけれども、黒人だからとか女性だから優遇されなければならないとか、こういうふうに考えなければいけないとかじゃなくて、各々が自分の人生を自分の思うままに歩むことができることが希望なんだと、夢なんだと、それが目標なんだということを言っているわけですね。フェミニストっていうのはそれを目指すべきものであって、女性を優遇しろとか権力を手に入れろとか、そういったことを言っているのは偽フェミニストだというふうに言っているわけですね。まあ、僕もそうじゃないかなというふうに思います。まあ、ちなみにですね、さっきね、ディズニープリンセスといえば男についていくだけの、何の自分の意思も持たない男の言いなりになる女なんだみたいなね、そんなお話がありましたけれども、日本のお姫様といえばかぐや姫ですね。竹取物語かぐや姫、まあ、竹取物語といえば日本最古の小説というか、お話であって、まあ、日本最古の SF 小説というふうにも言われているし、まあ、もしかしたら数え方によっては世界最古の、まあ、小説というかね、お話というふうにも言われているわけですけれども、まあ、お姫様が出てくるわけですね。かぐや姫というお姫様が出てきて、このお姫様が王子様と結婚する話ではないんですね。竹取物語というのは。美しいお姫様であるかぐや姫のところに、まあ、とにかく王子様というか、大金持ちたちがいっぱいプロポーズに来るんだけど、かぐや姫は全部それを断って、自分のところにプロポーズに来た男たちに無理難題を押し付けて、手玉に取るわけですね。で、最終的にはあなたたちとは結婚しません、さようならって言って月に帰っていくっていうお話ですよね。まあ、このお話からもわかるようにですね、日本はそういう国なんです。最初から女性っていうのは結構自立している国なんですね。まあ、世界最古の恋愛小説と言われている源氏物語、世界最古のエッセイと言われている枕草子、これらも全部、女流作家が書いているわけですね。日本は昔から女性が活躍する国だったわけです。まあ、源氏物語とかね、清少納言の枕草子よりもさらに詩というか短歌の世界でいけば、もっと古い頃から日本の女性は活躍していて、そういう国なんですね、日本はね。まあ、やっぱりどうしてもね、キリスト教、まあ、ユダヤ教というのがですね、世界にはあって、この宗教はかなりやっぱり女性
の社会進出という点からいくとですね、かなり妨げているというところが、まあ、あるんで、まあ、しょうがないかなという感じはあるんですよね。逆にこのキリスト教、ユダヤ教、イスラム教がない時代、例えばギリシャ神話とかその辺の時代になると、逆にそっちの方がね、古かったりするけど女性の活躍が描かれていたりとか、そういったこともあるんでね、まあ、なかなかね難しいかなと。いろんな面でキリスト教圏の女性というのは、まあ、いろいろ大変なんだろうなというふうに、まあ、思ったりはするわけですけれどもね。まあ、正直なところはっきり言ってですね、日本だけじゃなくてアメリカもというか多分世界中もそうなんですけれども、フェミニストたち、特にこの偽フェミニストたちにもうんざりしているわけですね。そんな中制作された今回の実写版バービーっていうのは、この本質をついているんじゃないかな、偽フェミニストというものの本質をついているんじゃないかなというふうに思うわけです。だからフェミ映画なのにもかかわらず、アメリカの保守側からも受けているというか、保守側から特に何の反対意見も出てこないというか、そういったところがあるんじゃないかなというふうに思います。普通だったらね、アメリカ国内でもっと論争になってもおかしくない話題になりそうなんですけれども、このバービーっていうのがね、もしものすごいフェミニスト映画なんだとすれば、でもそんな話題にもならず、みんなが喜んで見ているっていうところはそういうところなんですよね。本作はですね、偽フェミニスト撲滅映画だったわけです。ということで映画についてですけれども、まあ映画についてはパパッといきますけれども、バービーの出現によって理想の女性というのが確立されたというところがまああったわけですね。映画の中でもそうだし、現実的にもそうだわけですね。と同時に、女の子に固定概念というものをバービーは植え付けてしまったということがあったわけです。まあ金髪、白人、非現実的なプロポーションというものが正義なんだという、この固定概念というものをアメリカの国民たち、アメリカのというか世界中の女の子たちに与えてしまったという罪がまずあったわけですね、バービーは。でもマテル社は肌の色とかいろんな職業のバービーを発売して、これらのフェミたちの問題を完璧に解決したというふうに映画の中では言っていたわけですね。ただ実際にはステレオタイプを量産しただけだったわけですね。映画の中で大統領のバービーが出てきましたけど、大統領のバービーは黒人の女性でしたよね。黒人が上司というのはハリウッド映画あるあるですよね。大体上司っていうのは黒人なわけです、ハリウッド映画っていうのは。なぜならこれは配慮されているからです、当然ね。そんなね、世の中アメリカの上司は全員黒人なわけないんですね。でも映画の中ではアメリカの上司はみんな黒人なわけです。特にこの刑事物とか見ればもうね、大体上司は黒人だし、いろんなのを見ても大体みんな黒人なんです、上司っていうのは。なぜかというと、これは配慮されているからですね。で、弁護士バービーも映画の中に出てきましたけど、映画の中の弁護士バービーどんなだったかっていうと、白人でしたけどめちゃくちゃデブだったわけですね。なんで弁護士のバービーはデブだったのかっていうと、弱者だからですよ。大統領が黒人だったのもそうです。これはもう配慮なんです。太っている人はかわいそうな人だから、職業だけでもいいものにつけさせてあげなきゃいけないという配慮によって、太っているバービーは弁護士、黒人は大統領になっていたわけですね。これもしですね、定番タイプの白人の金髪のスタイル抜群のバービーが大統領をやっていたら、もう非難合々だったわけです。こんなことできないわけです。多様性のかけらもないんです、実際のところ。アメリカの映画のステレオタイプというものは上司は黒人じゃなきゃダメなんです。何か重要なポストについている人たちはプロポーションのいい誰もが憧れる美人ではダメなわけですね。多様性を重視しているように見せかけて、バービーっていう映画はですね、非常にステレオタイプなものを描いているわけですね。バービーっていうのはもう全部、世界の全部がステレオタイプでできているんです。で、バービーランドの中にはたくさんのバービーがいるんですけれども、なぜか金髪白人スタイル抜群の定番型バービーと似たような感じのバービーはどこにもいないんですね。金髪白人スタイル抜群のバービーは主人公のバービー1体しかいないわけです。これだって本当はダメなわけです。いろんなバービーがいなきゃいけないんだから、似たようなバービーがいなきゃいけないんですけれども、ダメなわけですね。なぜならこの定番バービーが主人公だからです。主人公と被るバービーはいちゃダメなんですね。で、この映画の中で結構痛烈に言われていたセリフいくつか抜き出すとですね、
定番タイプのバービーは女の敵なのよとか、現実界では男というだけで不利になるんだよとか、何もできない剣は何もできないよとか、女も男も女を嫌ってるのよとか、バービーはバービーであって、このバービーはバービーランドでずっと楽しく過ごしていたわけですね。バービーランドというのはバービーにとって完璧な場所だったわけです。それなのに複雑な感情のせいでバービーランドがダメになってしまったというふうに言っていたわけですね。私の人生に変化なんていらないのよというふうにバービーは泣いていたということもありましたよね。これら全部ですね、まあ定番タイプは女の敵とか今言った全部ですね、全部ですね、これは偽フェミニストが原因となっている言葉であって、ここの今のこの複雑な感情が私の世界をダメにしてしまった、私の人生に変化なんていらなかったのにというのは、女はこうでなければいけないという押し付けを偽フェミニストはしていたわけですね。それまでの男性社会における女性像とは違う、女はこうでなければいけない、いわゆる女らしい、女は女らしくというものとは別の意味の偽フェミニストが標榜する女はこうでなければならないっていう新しい女像っていうものをこの押し付けようとしているというのが、複雑な感情のせいで私の世界がダメになったと、私の人生に変化なんていらなかったのにということを、バービーは言ってるんだと思うわけですね。まあさっきの白雪姫の発言からいけば、女はリーダーにならなきゃいけない、権力を持たなきゃいけないなんてことをバービーは願ってなかったのに、そう思わなきゃいけないと思わされているっていう、この偽フェミニストたちによる感情のせいでということを言っているわけです。で、あのグロリアっていうね、現実世界のあのマテル社の社長秘書をやっている、あのグロリアですね、お母さん、グロリアがリアル世界での女の本音と建前っていうものを演説しましたよね。で、これにバービーランドのバービーたちはみんな感銘を受けるということがありました。あのね、日本は本音と建前を使い分けてすごく嫌な民族だっていうふうに言われるんですけど、本音と建前のない人なんて世の中一人もいませんから。で、僕は前からずっと言ってますけど、アメリカの方が絶対に本音と建前が、すごくあるし、裏表がすごく激しいし、同調圧力がアメリカの方がひどいというふうに僕は思いますけれども、ここで言っていた、グロリアが言っていたリアル世界での女の本音と建前というものは、この本来の本当の意味での多様性という観点からの女というのはこうあるべきという論だったわけですね。まあいろいろね、グロリアはこうしなきゃ、女はこうしなきゃいけないと言われている、でも本当はこうしたい、でもこうするとこうしろって言われる、そういうふうに言われるからこうすると今度はこうしろって言われるっていうね、いろんな女とはみたいなものをいろいろ演説したわけですけれども、ここで言っている本質っていうのは、女だからといってこういった、グロリアが今演説したようなこういったことに惑わされなくてもいいんだよ、私は私なんだということをグロリアは、まあ喋っていたわけですね。これにバービーたちはみんな感銘を受けて、そうよ、私は私よということで、それまで剣に支配されていたバービーたちはみんなチャラーンって我を思い出すというか、そんな感じになっていって、まあ大団円を迎えていくみたいな感じになるわけで、このなんていうかな、女はこうあるべき論、もともとあった男性社会の中での女は女らしくというのとも違うし、声の大きな偽フェミニストたちが言う女はこう、新しい時代の女はこうなのよというものでもなく、自分の感情が一番なのよということをまあ言っていたわけです。だから最後グロリアは、何でもない普通のバービーを作るのはどうですかっていうふうに提案したわけですね。大統領になってもいい、ならなくてもいい、お母さんになってもいいし、お母さんにならなくてもいい、おしゃれをしたくてもいいし、したくなくてもいい、何でもいい、普通の何でもないバービーを作りましょうみたいなね、そんなことを社長に提案していたということがまああったわけですね。つまりそのこれまでバービーっていうのはこうじゃなきゃいけないっていうバービーを作ってきたわけです。いろんな多様性のバービーを作ってきました。そのスタイルのいいバービー、スタイルの悪いバービー、大統領のバービー、弁護士のバービーをいっぱい作ってきたんですけど、例えば大統領のバービーだったら、それはもう一生大統領のバービーなわけですね。でも大統領のバービーが大統領を辞めたバービーになったっていいじゃん、
大統領だったけどお医者さんになりたいバービーもいれば、大統領だったけど子育てをしたいバービーになってもいい、それが本当の多様性でしょっていうことをグロリアは言っていて、そうだねっていうことになったわけですね。で、それを聞いていて、最終的に定番型バービーはですね、この私は私だということをいろいろ見ていたバービーは、じゃあ私って何なんだろうっていうふうに思ったわけです。定番型バービーはね、みんなはそれなりにやっぱ何かしらのバービーというものを持っている。工事現場で働くバービーとかね、ノーベル賞を取ったバービー、作家のバービー、いろんなバービーがいたわけですね。妊娠したミッチとかなんちゃらのバービー、なんちゃらのバービーっていうのがいっぱいいる中で、定番型バービーだけ私はバービーでしかなくて、バービーなんだけど、バービーである私って一体何なの、何でもないバービーなんですけどっていうふうになったわけです。私は何って思ったわけですね。そういうふうに考えて出てきたバービーのセリフが、もう自分がバービーだって気がしないわというふうに言ったわけですね。他のバービーと違って定番型バービーっていうのは何もしていないバービーなわけです。このバービーは私は本当にバービーなのかしらと思ったわけですね。つまりこのバービーはですね、バービーを辞めたいバービーになったわけです。バービーを辞めたいバービーになったバービーはですね、最後どうなったかというと、人間になりましたとさ、ということになったわけですね。まあおとぎ話的に考えれば普通は逆なわけです。おとぎ話の場合は、例えば白雪姫でもいいし、分かりやすいんでシンデレラにしますけれども、シンデレラはね、普段ママ母たちから、ママ母たちっていうか、ママ母とか義理のお姉さんとかそういった人たちからこき使われて、奴隷のように扱われていたわけですね。それが最終的にはお姫様になりますよということで、もともとが現実から非現実的なお姫様になるというのが普通のおとぎ話の順序になるわけですけれども、今回のこのバービーっていうのはこれの逆だったわけですね。バービーランドっていうのはおとぎの国の世界だったわけです。おとぎの国、永遠の国、寿命のない国、年を取らない国、年を取らないバービー、そういったバービーだったバービーがですね、非現実で過ごしていたわけですね。そのバービーは非現実で過ごしていた、そういうバービーが現実の世界にやってきて、まあ、寿命もできるし、かかとも下につくし、自分で働かなきゃいけないしっていう、そういう普通の現実のバービーに戻りました、人間になりましたというお話なんですね。だから普通のおとぎ話とは真逆のラストを迎えたわけですけれども、これでハッピーエンドとなったということなわけですね。で、まあラスト、婦人科に行ったということがありましたけれども、まあ、バービーはバーバラという名前になりましたということがあったわけですけれども、この婦人科に行ったのは何でなのかについて、監督がね、バービーの監督がこう言ってるわけですね。バービーでも婦人科に行くんだよということを少女たちに伝えたかったと。若い女の子たちは婦人科に行くということに非常に抵抗感を覚えていると思うけど、バービーだって婦人科に行くんだから、みんなも何かあったら病院にちゃんと行きましょうねということを伝えたかったんだというふうにまあ言っているわけですけれども、まあそれはそういうその何考えがあったんならそれでもいいんですけれども、それでは何の問題の解決にもなってないというか、僕たちが知りたいのはなんで婦人科に行ったかなんですよね。婦人科に行くっていう設定を加えた理由じゃなくて、なんで何をしにバービーは婦人科に行ったんだというところで、ここは全く映画内で語られていないんで、何をしにバービーが婦人科に行ったのかは全くわからないわけですけれども、まあ普通に考えてやっぱり映画を通してね、ずっと下ネタ満載の映画だったわけですけれども、やっぱり一番印象的だったのは、私たちには生殖器がないのよというセリフが一番ね、映画を通してすごくインパクトのあるセリフというところもあるし、まあ人間になったバービーというところで自分の生殖器の確認というか、そういったことをしにバービーは婦人科に行ったんだというふうに思っていいんじゃないかなというふうにまあ僕は思いますね。人間になるってことは生殖器を持つということでいいんじゃないかなと思うし、それまでねツルペタだったわけですけれども、そうじゃなくなったバービーが、自分の生殖器を確認をしに行ったということなんじゃないかなというふうに思います。ということで、このバービーっていう映画はですね、全方向を敵に回すというか、全方向をネタにしてコメディにして笑い飛ばしながらやっていったわけですけれども、実際のこの映画の中で
明確にこいつが敵なんだというふうに示していたのは当然家父長制ではないわけです。家父長制があってもいいしなくてもいいわけですね。女らしいバービーもいていいし、女らしくないバービーがあってもいい。権力を持ちたいと思っているバービーもいてもいいし、権力なんかいらないと思っているバービーもいてもいい。どんなバービーがいてもいいんだけど、一番の敵はこの声のでかい偽フェミニストたちですね。これがこの映画の一番の敵だったわけですね。で、偽フェミニストってみんな嫌いなんですよ。リベラルの人たちも保守の人たちもフェミニストの人たちも反フェミニストの人たちも全員偽フェミニストが嫌いなんです。だからこの映画はアメリカっていうね、結構分断が大きく問題になる国にもかかわらず、でこの映画はそういった問題を引き起こしそうなテーマにもかかわらず、保守側からもこれといった反対意見というのが出てこない一番の理由は、まあ、敵の敵は味方理論というか、そういったところがあるんじゃないかなと。偽フェミニストがもうとにかく嫌なんだと。彼女たち偽フェミニストという人たちは本当にみんなにとって迷惑な存在だから消えてほしいみたいなね、そういったことを描いたフェミニスト映画だったんじゃないかなというふうに思いましたよということですね。だからこの映画フェミニスト映画であるということは間違いないと思うんですけれども、このいわゆる女性に権利をとか、男よりも女の方がとか、女性の方が賢いのよとか、そういう映画ではないんだということですね。ただそこにですね、ちょっとどぎついというかそういった下ネタとかコメディ要素とか、そういったものがあるんで、日本ではちょっと受け入れられないというところがもしかしたらあるのかななんて、思ったりしました。ということで、まあ、今回は雑談的に、実写版バービーについてもう一回ちょっと喋ってみようかなと思って喋りました。ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いいたします。すぐわに取り上げてもらいたいリクエストもしありましたら、チャンネルの中に入っていただいて、コミュニティの下の方に、リクエストはこちらに書いてくださいというのが、下の方にありますんで、そちらに書いてください。よろしくお願いいたします。サブチャンネル、LINE スタンプ、よろしくお願いします。そしてメンバーシップ、すぐわの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いいたします。映画で国語シリーズが2つあってですね、2001年宇宙の旅とダークナイト、これが終わりまして、今は洋画を見るならやっぱり聖書は知っておいた方がいいでしょシリーズ、これが全て見れるということになっております。非常にためになります。よろしくお願いいたします。ということで、まあバービーはね、本当にお客さんが入ってなくてちょっともったいないなと思うんですけど、面白いんですけどね。で、ラストのね、説教くせえなというふうに初見の時に思ったあそこのシーンも、まあ2回目見ると別に説教くせえとは思わなかったですね。あ、そういう主張だったのねっていうことがまあ分かったというか、そういったところもあってね、良かったんじゃないかなというふうに思いましたよ。まあこう偽フェミニストたち対立を煽るみたいなことはせずに、やってくれればなというふうにまあ思ったりしました。まああとどっちにしろね、今回のバービーは本当に公開前にいろいろごたついたのがね、もうどうしようもなかったなということですね。残念でしたね、本当に。まあそれとね、ストライキもあるんで役者が来れないっていうところもまああるしね、まあいろんなことが重なってうまくいかなかったね、残念だったねという感じですよ。ワーナーやっちゃったな、ワーナーもったいないことしたなっていう感じがありましたけど、そんな感じです。まあマーゴット・ロビーが美しかったねというところはありますね。マーゴット・ロビーって何歳なの？あ、なるほど、33か。そうやって年齢のことをいろいろ言ったりするのも多分ね、あんま良くないことなんでしょうねまあそんな感じで、今回はバービーの雑談でした。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。